卓球、ITTF 混合チームワールドカップ2023日程、12月4日から10日場所、生徒、中国、10日、ITTF 混合チームワールドカップは大会最終日を迎え、第2ステージの試合が行われた。第2ステージ第7戦では、ここまで全勝同士の中国代表と韓国代表が対戦。中国代表は1番で大祖金、ワンチューチン、マゴエーシャー、スンイーシャー、 ヘア2番で大番行くワンマンユがそれぞれゲームカウント3対0で勝ち越し序盤から大きく差をつける展開となる後がなくなった韓国代表は3番にリショーをイ・サンスを起用して望みを託すも阪神棟ファンジェンドンに第1ゲームと第3ゲームを奪われ試合終了トータルカウント8対1で力の差を見せた中国代表が勝利を挙げ 混合ワールドカップの初代王者に輝いた。第7戦で、日本代表はドイツ代表と対戦。日本代表は、2番の平野美宇、木下グループ、3番の張本智和、智和企画、4番の木原美宇、木下グループ、張本美和・木下アカデミー、ペアが勝ち越し、トータルカウント8対4で勝利。中国代表、韓国代表に次ぐ3位で大会を終えた。 第2ステージ第7試合。より小さいゼロ中国8の1韓国。王祖金、ワンチューチン、孫英社、スンイ医社、三体霊安彩県。アンジェヒョン、新ヒロヒン、新ーバンイク、ワンマンユ、三のゼロ金比栄。キムナヨン、半信刀。ファンジェンドン、2、一理性明イサンス、より小さいゼロ日本8の4ドイツ。戸上俊介、明治大、張本美和。 木下アカデミー1ニセドリック・メイスナーユアン・ワン・ヒラノ・ミュー木下グループ3ゼロサビーネ・ウィンター・ハリモト・トモカズトモカズ企画2 1リカルド・ワルザー・キハラミユ・ミュー木下グループハリモト・ミワ木下アカデミー2 1サビーネ・ウィンターユアン・ワン